いね。いいね。甘えます。ちょ、ごめんね。ママが映っちゃう。ファーストキッチンっていうハンバーガー屋に来ております。まあフードコートなんだけど、ね、やりに来ております。あんまないんだよね、ファーストキッチンって。全然なくて、うん、ちょっと遠出をして来てます。なんでかっていうとね、こちらです。じゃじゃん。さっきも映したか。映した。声優さんの内田祐馬さんっていう人とコラボをしてまして。内田祐馬さんね。これしーちゃんの推しですか？そうなんですしーちゃんはね、声優さんが好きなんだよね。で、一押しでしょ、内田祐馬さん。そう、へぇー、ゴラボしで、ゴリアクリしかないと思って、ようやくやっと来れました。で、なんだっけ、いくら買うと900円買うと、カードが1枚付いてくるみたいなキャンペーンをやってて、今回5枚見せてください。じゃあ、ね、家族で来たから、帰り、そうだね、ペコペコで家族で来たので、あのね、結構頼んで5枚ゲットできました。はい、4500円以上使ったということですね。要はそうですね、こちらです。5枚。おお、これはまだ開けないんですね。これはちょっと今手ベタベタになるから、そうか、もうちょっと落ち着いてからね、から開けるかなと思って。はい、カードが10種類、全10種類あって、でこれなんと電話でボイス、オリジナルボイスが聞けるっていうやつで、ボイスが5種類うれしそう、電話かかってくんだ、やばい、普通に本人と喋れるわけじゃないけどね。だからボイス聞けるんだよ、うん、幸せじゃない、まあ、それだけで幸せなの。幸せでしょ、めっちゃ好きやん本当に、もう今日もう街に、まさかこんなに好き度が高いとは思わなかったよ。まさか本当にこれファーストキッチンに来ると思わなかった。いや、なんかあったら行きたいなぐらいかなと思ったけど、いや毎日のようにファーストキッチン行けるかなずっと言ってたもんねパパが悲しい顔してるよ。なんで？ついにしーちゃんもそんな夢中になれる好きができたんだって思って悲しい顔してる。いやでもこれは推しだからね、 あくまで、だから推しと好きな人っていうのはまた別なのでね、女性にとって。 あ、来ました、行ってきます。うん、そうやって映すんでしょ。ちょっと待って、この図が、パパこれ押さえててくれない、これを抜いて、映えを気にする年頃ですよね。パパいらないからパパの顔はいらない、それはそう、パパは持っててもらうだけでちょっとパパの顔いらないってよくれた？ちょっと待って、これタピオカですね。どうしてパパが映っちゃうんだよね。別にしょうがなくない、洋服ぐらい。あ、でほら、今のうちに、今のうちに急いで、待って。いいかなこれで。うん、いいよ、もう大丈夫だよ。ありがとうパパ。これがタピオカちゃんで、これがポテトだね、さっきつまんでた。でこれがハンバーガー。これもコラボなんですよ。ね、これね、ポテトコラボ、ね。ビーバター味っていう。いや、いただきます。はい。じゃあ後で。食べ終わったらカード開けましょう。はい、はい、
すごいね。なんかさ、ファーストキッチンさ、昔よくさ、ママ社会人の時食べたんだけどさ、メニューがすごい増えてた。タピオカとかさ、なかったしさ。あとこのパスタみたいな、ちょっとこれはパスタっぽくないけど、こんなのもある。グリデー ね。進化。じゃあいただきます。リミちゃんもちょっと写して。おいしい。ありがとうございます。付き合ってます。リミちゃんは付き合いの序盤です。ということでね、家に帰ってきたのでカードを開けていきたいと思います。1枚目。わあ、なるほどね。かわいい。あのポテトをね、持っております。やだ、もうちょっと待って、サイン付きなんだけど、嬉しい。で、あ、なるほどね。後ろになんか番号が書いてあって、それを やると声が聞けるよみたいな感じです。ちょっと後ろは見せられないんですけども。やだ、もう。次行きます。別に被っても被らなくても嬉しいから、私は。あ、ちょっとすみません。はい、行きます。2枚目。せーの。おっぱい見えてる、今。これ、あ、これ全部にサインがついてる感じ。嬉しいんだけど、めちゃめちゃ可愛い。これはね、あの袋とかに入れて保管し、大切に保管したいなと思います。マジ可愛いんだけど、本当かっこいいし、可愛いし。よし、次3枚目。もう半分ですよ皆さん、5枚あるんで。いきます。かぶってない。やっぱかぶってないよ。かっこいい。待って、この上で勝負を勝ちしてる。虫歯カツはおかしいか。え、めちゃめちゃ可愛い。サインが白なのいいね。黒い衣装に白いサイン。かっけーす。顔よし、声よし、歌うま。あ、すいません、ゴミが。全部がもう本当に全部好きですよ。よし、じゃあ次、4枚目。はい。笑って、やばい、本当に笑ってる。こちらも美女がもう最高です。次ラストですよ皆さん。あ、またゴミが。すいません、興奮しちゃいまして。ラストですよ皆さん。心の準備はよろしいですか。いきます、ラスト。待って、かぶりました。私が出たカードはこちらのね、5種類でした。ポテト加えてるのは、加えてるっていう、ポテト持ってるのはコラボだと思うんですけど、こちらをね、ライブとかの衣装を着てらっしゃるって書いてあった気がします。ということで、こんな感じでした。はい、以上です。